放浪の画家山下清っていうことで、ハリエがね、めちゃくちゃ有名ですね。ハリエ、あの色紙とかをちぎっていって、で、画用紙にいろいろ貼っていって、えー、一つの形にして作品にするよっていうのがめちゃくちゃ有名なんですけども、実はね、他にもいろいろな作品っていうのを残してるんですよね。例えばフェルトペンであったり、油絵であったり、陶磁器の絵付けであったりということで、めちゃくちゃマルチな多彩な人だったんですよ。それを可能にしてたのが、驚異的な集中力と記憶力っていうふうに言われ。 そこら辺を含めて、ね、いろんな作品を楽しんでいただければ面白いんじゃないかなと思います。